カルロ・フェリーチェはサルデーニャ王国の第六代国王。第三代国王、ビットーリオ・アメデオ三世の十一人の子供のうちの、いつお。母は、スペイン語・フェリペ五世の娘、マリーア・アントニエッタ。1765年にトリノの王宮で生まれた。兄には、カルロ・エマヌエーレ四世やビットリオ・エマヌエーレ一世以来がいる。誕生以来、彼は、 ジェネベーゼ公爵の称号で呼ばれた。子供時代のカルロフェリーチェは、すぐ上の姉のマリアカロリーナや弟のモリアナ博、ジュゼッペと共に、モンカリエリー城で暮らした。1796年、ナポレオン率いるフランス共和国軍がピエモンテを占領し、サボヤ家の王族はトリノを追われる。1807年3月7日、両シチリア王フェルディナンド一世の娘である、 マリア・クリスティーナと結婚した。カルロエマヌエーレ4世や、ビットオリオ・エマヌエーレ1世といった兄がおり、王位を継ぐ見込みは少ないように思えたが、カルロエマヌエーレには子供ができず、ビットオリオ・エマヌエーレの子供は娘ばかりだった。1821年、自由主義将校団を中心とした立憲革命の嵐の中で、ビットオリオ・エマヌエーレが退位すると、サリカ法の規定によって、 すでに50歳を過ぎていたカルロフェリーチェが王位を受け継ぐこととなった。しかしこの時、カルロフェリーチェ本人はモデナにおり、当園の一族であるカリニャーの子カルロアルベルトを摂政に任命した。カルロアルベルトは、商工団と接触し、憲法制定を望む彼らの要求を受け入れた。これが1821年3月6日から14日の間に行われた。しかし、 自らの不在中に進められた、こうした動きに対して、カルルフェリーチェは、否定的であり、トリノに到着した、彼は、一切の妥協を否定、秩序回復のためとして、オーストリア軍を導き入れた。さらに同じ年、カルルフェリーチェは、スペインの自由主義者の反乱の鎮圧に力を、貸すために、スペインに赴いたが、こうしたことは、国内の自由主義者の憎悪を集めることになった。ただ、 この行動によってスペイン王の信頼を回復する。カルロ・フェリーチェは実際反動政策を展開した。彼の味方によればフランス革命によって投げ入れられナポレオンによって拡散された邪悪で冒頭的な革新を拭い去ることが当然であった。1831年に死去した。カルロ・フェリーチェも男子を得なかったため冒険のカリニャーの子をカルロ・アルベルトが多いよ 継承した。ありがとうございます。